ミスター X です。今回はですね、本、先ほど、子供ですね、を、寝かしつけながら散歩してまして、で、仲間で、チームよしくという仲間で今やってるんですけど、それのきっかけになった本の話をしたので、ちょっとその本について少しお話ししたいかなと思って、子供もね、寝たので本を紹介しながらお話ししたいと思います。で、これは、何かというと、トップバズですね。トップバズ塾、そしてトップバズをやるきっかけ、仲間でね、やっていくっていうこと、チームでやっていく、お金を稼いでいく、夢を叶えていくっていうきっかけになった本です。で、まずはこちらですよね。こちらの実践世界一ふざけた夢の叶え方ということで、ここに書いてある内容はぜひ読んでいただきたいんですけど、簡単に言うと、仲間で、この方たち4人、本当は4人の仲間でやってたそうなんですね。やってた。そして、その4人それぞれが、仲間の夢を応援し合う。仲間が持っている夢を叶うべくですね、叶えるべく、いや、応援する、俺もできることがあったらもう何でもするというような形で、仲間の夢を応援し合う関係性、仲間を、この4人の仲間、実際にこの本を書くにあたって、もうこの3人の方々、そしてプラス1人、もう1人いらっしゃるんですけど、この4人でやってきたということで、大体1年から2年ぐらいで、夢が叶ってきたというふうに書いています。なので、本当にですね、仲間で何かを成し遂げていこうというきっかけを、くれた本になるんです。で、トップバズについては、私自身、このチャンネルでは何度かお話ししてるんですが、もともとは私が入っている、非常に信頼のおける、そしてクオリティの高い、で、実績も非常にある。でも、まだ塾生としては、コミュニティ生としては、200人ぐらいですかね。200人ぐらいの規模なんですけども、その中で大体40人ぐらいは1000万円プレイヤーが出てきている。1000万円から2000万円。多い人では3000万、4000万と稼がれている。塾生の中には3000万、4000万、中には6000万とかっていう方もいらっしゃいます。で、そういったコミュニティに私自身入っていて、でも、なかなか行動ができず、ずっと、くすぶっていたんですね。くすぶっていて、この本を見つけ、そして仲間にこの本を紹介して、一緒に夢を、この通りやってみないかということで、やってみようよっていうので提案したんですね。で、月に1回の、予祝っていうものを始めました。それの内容は中に書いてます。で、月に1回の予祝、そこで、お互いの夢を本当に、応援し合うことで、近況の報告だったり、そこで本当に酒盛りとかをしながらね、ワイワイ盛り上がって、相手の夢を、うわ、もう叶ったね。よかった。うわ、本当に叶ってよかった。ってもう、夢が叶ったことを前提にして祝い合う。これが予祝なんですよ。で、これを月に1回やってきて、実際2017年の、2018かな ?2018 年かな ?2018 年の2月ぐらいからこれ始め、3月か。3月ぐらいから始めたんですよ。なのでもう1年半ぐらいですね、経つわけなんですけど、こうやって、本に影響を受け、そして、トップバズで、それぞれですね、チームよしくの仲間が100万近く、私とミスター、タクシと、淀川のおっさん100万超えてきましたね。で、ミスター、謎の男、王さんも、70万から80万ぐらい、100万近くの収入が上がってきているというところで、本当に仲間で応援し合うことによって、ここまで来ました。で、さらに、
塾の運営までできている。まあ、本当に変わりましたよね。まだ金額的には少ないかもしれませんけども、やってるやってないっていう0か1かっていうところで言うと、大きく、私たち3人を変えてくれた本がこの「実践世界一ふざけた夢の叶え方」という本になります。なので、コミュニティ今トップバズ塾やってるんですけど、もう仲間上も下もないです。きっかけは最初お金をいただいてますけど、きっかけはやっぱりお金いただく方が入り口論として入りやすいんですよね。そこからやり取りをして、本当に信頼関係のある仲間になっていくっていうことを私自身やっていきたいなと思っているので、それは他の2人、チームよしくの、淀川のおっさん、そして、ミスター O 謎の男 O さんも共に同じような考え方でやってますから、ぜひですね、今後一人でもお仲間が、そういったお仲間が、夢を叶えたい、仲間で叶えていきたいっていうお仲間が増えることを、祈っています。はい、ではですね、今回は実践世界一ふざけた夢の叶え方から、影響を受けましたよっていうことについてお話しさせていただきました。最後までご覧になっていただきましてありがとうございます。